登壇しております6人の選手にそれぞれ世界選手権の感想をお願いしたいと思います。今回の世界選手権では、目標としている結果には及ばない部分もあったんですけれども、自分としては、大会終わってみて、非常に自分にとっては大切な試合になるだろうなというふうに感じています。またこの試合をもっともっと自分の中で、力に変えていくことで、さらに強くなっていけるという確信も得たような試合でしたので、自分にとっては有意義な試合だったなと感じています。今回金メダル取れなかったんですが、初めて世界水泳で、複数種目のメダルが取れたので、そこは良かったかなと思うんですが、まだまだ、これから東京に向けて、もっともっと頑張らなきゃいけないっていうのを、痛感した試合でした。初めての世界大会だったんですけれども、とても嬉しい結果ととても悔しい結果を味わうことができて、本当に、東京五輪に向けてもいい経験ができたというふうに感じています。またこう 200m 個人メドレーで銀メダルが取れて、自分の力がついてきていることを確かめることができたので、すごいいい試合になりました。